サティとショウの企業案件。ついに、まあ、ショウゴさん、これまで数々のね、激辛動画をね、出してるわけですよ。目撃辛のね、早食いだったりだとか、蒙古タンメンの北極一週間生活だとかね、それがついにね、実を結びましたと。やってきてよかったということですね、今回岡山にある備前汁なし担々麺トラボルタさんより激辛担々麺の案件いただきました。これからね、通販でね、お取り寄せできるようになるということでですね、まあ僕たちがね、食べてどれぐらいうまいのか、どれぐらい辛いのか、もう正直に反応してくれとね、いうことなのでね、正直に反応していこうと思います。まずかったらまずいって言っていいですか。いやもうね、底辺 YouTuber にね、そんな忖度いらないですよ。というわけで早速ね、こちらにね、用意してあるんですけど、この担々麺が3種類のね、今回辛さを用意していただいていて、まず普通の担々麺と鬼辛っていう、その次の段階の辛い担々麺と、そしてなんといっても今回の目玉、鬼ヤバいやつっていうねすげえネーミングのね、担々麺が絶対バカの食いもんじゃん。これをね、順番に食べていって、まあどんなもんかと。俺はまあ辛さで言ったらそんな普通ぐらい、鬼ヤバいやつ、ショウは食べてどうかっていうところですね。激辛ペヤング20秒で完食した男がどう感じるのか、その辺をね、見てもらえたらと思います。早速いきましょう、食べよう。レッツ激辛案件。ブーンブーン。作り方をね、見ようと思ってね、この封筒を開けたらすごい丁寧に手紙をくれてました。この度ありがとうございます。 YouTube に上げてくれるのをお楽しみにします。鬼山は本当に辛いのでご無理なさらないようにお願いしますと。無理しますよ、そりゃそりゃ無理しますよ。警告、コーション、危険、デンジャーってここに書いてある。期待値上げてくるね。18禁カレーと完全に同じ匂いする胃腸炎になってるからね、次の日次の日病院。さて、サティーズクッキンの時間です。早速お湯を沸かしております。こちらに通常の辛さの担々麺がございます。こちらのタレ凍っておりますので、凍ったままお湯を沸騰した後止めてここにつけておきましょう。この状態で3分間温めたらいい感じになるんで、沸騰が足りないんで火を強くしましょう。はい、沸騰してください。中華屋ぐらい火力出るやん沸騰しましたら凍った状態のまま入れまして、1分40秒から2分、丼に温まったタレを入れて、そこに湯切りをした麺を入れて、あえて完成と。この動画の一番の見どころ、湯切りです。聞かせていただきやす。違います、食レポです。あ、食レポか。これ湯切り動画じゃないです。今日食レポの動画です。あ、そう。あっちゃめーあーよし、湯切り湯切り、ここ湯切り大事なんで。どっから来たの？錦糸町です。錦糸町、はい。錦糸町から来た石塚さん。よし、入れて、やば、痛すぎ。ちょっとすいませんね、動画後半僕テンション低いかもしれません。普通にやればあんな怪我はしません。はい、すいません。トラボルタさんへのクレームだけはやめてください。うわ、ひき肉たっぷりだね。めっちゃ具じゃん。めっちゃ具、ほら、まだ入り、取りきれないほど。どう？いいっすね。うわ、しずる、しずるてる。てるてっ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 めっちゃうまい。めっちゃうまい。これね、うまい。俺ね、あ、でも本当にうまい顔してる。俺担々麺とかの好きなんだけど、俺山椒があんまり得意じゃないんですよ。でも山椒めちゃめちゃちょうどいい。うますぎ。すいません、トラボルタさん、あと10食送ってください。ちょっと翔吾、いい、激辛担当でしょ。食べたい食べたい食べたい。激辛激辛。だって本当にうまい顔してたから。粉チーズを入れたりとかね、かなりアレンジの幅がありそう。いってらっしゃい。すいません、我慢できません。いっちゃいましょう。うまくない？
うんまっ辛味で言うと、まあ、ピリ辛はするな。普通の人からしたらちゃんと辛いって味だと多少の発汗するほどではあるけど、辛ではないな、辛っていう言葉出ないぐらいの辛味。これ激辛苦手な人食べてみてほしいな。これ自分で買うわ。うまっ。このミンチが味噌ダレで炒めてあるんだ。なるほどね。もう次のお湯温めてきていいっすか。待てです自分。開けましょう。いってきます。やばい、もう30歳なのにわんぱくな食べ方しちゃったよ。完食。じゃあ次鬼からです。ブンブン。完成。見た目はそんなに変わらないかな。いいね。ネギと温泉卵ね、買ってきましたんで、ちょっとトッピングしていきますか。これ推奨の食べ方みたいな。こう、あーいいね、いいね、いいね。うわ、最高や。あ、見た目最高か、これ。ということで、2食目鬼辛。鬼ってつくからにはもうある程度の辛さはね、想像してます。チャレンジの領域に入ってきました。チャレンジの領域入ってきましたね。さっきね、散々ね、山椒山椒言ってたんですけど、フォア醤らしいですね。鬼から行かせていただきますね。いっちゃってください。うわー、いただきます。怖い。噛み切ってもいいよ。こんな辛っ。こんな変わる。旨味あるわ。でも涙出てるよ。うん、辛い。君これ大好きよ。極激辛ぐらい辛いかも。そんなに。あ、すごいね、鬼辛で。これこれはね、俺は完食できんわ。マジか。辛い。あ、唐辛子の辛さ。辛い。うまっ。大好きでしょこれ。鼻水出てるよ。でももう僕は頭悪いんでちょうどいい。北極より辛い。北極より辛い。でもうめえ。生姜これ大好きだね。あの、その先の旨味がすごい。結構舌ビリビリして、あの、辛いもの中毒にありがちなのが、これが好きで止まらん。これは辛い。温泉卵潰してみよう。いい。うわ、いいね。わ、あ、いい、うまそう。見た目最高なんだよね。めっちゃ食いやすかった。マイルド。これならいける。いや、卵絡んだやつで。あー、うまっ。卵は絡めてください。鬼やばいやつね、完食できない可能性出てきましたね。汗がすごい。今ちょっとよ。あとちょっとです。でもうまいよな。あそこです。ちょっとお腹で溜まってきてるんで、ちょっと時間を空けてから鬼やばいやつ行こうか。うんうん。1時間ぐらい休憩してお腹が空いてきました。鬼ヤバいやつ行こうと思います。あの、おそらくそのまんま食べれないと思うんで、アレンジを加えたりしながらね、まあ、最終的には完食を目指していこうかなと。企業からの挑戦状、最終章かかってこい。鬼ヤバいやつのソース色がもうおかしい。辛すぎる。あ、赤すぎる。あ、どど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 ど。お客さんどこから来たの。あ、今日目黒から。あ、目黒から。目黒のタワーマンションからお越しの石塚さん。やっちゃってるやっちゃってる俺。やっちゃってる。ちょっとトッピングしていきましょうか。お願いしますよ。あー、いいね。うまそう。すごい。うわ、怖いって。これを食べた後ね、喋られなくなる可能性が非常に高いということで、もう一回言っとくんですけど、備前汁なし担々麺トラボルタの、汁なし担々麺鬼ヤバいやつ挑戦セット、今回やらせていただいてるんですけど、詳しくはね、気になった方は概要欄からね、ぜひ食べてみてください。一つ目の担々麺ね、マジで美味しかったんで。で、二個目は激辛好きは、汗かきながら美味しく食べれる。概要欄からぜひ。それではありがとうございました。ありがとうございました。いけねー。いや、すいません、行かせていただきます。いや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 。すいません、ちょっと食通のね、食べ方でちゃって。俺、お蕎麦とかの麺、あの、明らかにね、粘度が違う。いただきます。いってらっしゃい。あ、苦い。苦いだ。苦いやつ。苦いだ。でも最初あれ、あ、やーうまっ。
逃げた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 最初に感じる辛いっていうのは鬼辛の方が辛いって感じ。鬼ヤバい役はあ苦いなと。その後にツンザク18金カレーのピンクほどではないほどではないけど近しいものがある。親戚のおじちゃんマジで痛い、やばい、舌ちぎれる。数ある激辛動画の中から俺らは選んでくれたわけですよ、うん、ショーゴを選んだのよトラボルトさん、ショーゴを選んだ。あっそれは男見せるしかないです。激辛系 YouTuber の方が偶然見てたとしたらチャレンジしてみてください。これ今井マイケルズさんやって。いやいただきます。いきます。最初そんな辛くない。あれさっきのが辛くないってなるよ。うん、なるよね。いけいけ、味わうな、いけ、もう一口、もう一口。トラボルタさん食ってますよ。でも感じるまで20秒ぐらいかかるんだから。辛っ。 今まで食った激辛で18金カレーの次2番って。これ今んとこ旨味しか来てない。えいけいけ、辛っ。涙が行って。ダメダメ、勝負を見込んでる案件やで、ね、これあーだ。鬼ヤバいやつどう。鬼ヤベーってあのすいません、あのトラボルさん、この警告コーション危険デンジャー足んないっす。もっと全体的にデンジャーって書いといてください。これ顔ヤバすぎ、顔ヤバすぎ。トラボルタさん、推奨の食べ方、温玉とネギ、潰しますよ。うん、あれ押せてなかった。えガチで押せてませんでした。おい、ザコどうも、こんにちは。あの激辛救済所へようこそ。こちらの鬼ヤバいやつ、こちらを紙アレンジして美味しくいただいていこうかなと思います。まずはバターを敷きます。いきます。バターに入れます。でそこにおチーズ入れます。邪道ですいません。でもアレンジなのでこれ白旗です。すいません、鬼ヤバいやつセット参りました。あーすごいいい匂い。あ匂いいいわ。このなんか辛みとチーズが混ざってさ、卵はこの火止めた後にこの余熱で包み込む感覚でね。いいねいいね。あいいねいいね。もう一回ダメ押しのチーズです。よし、じゃあ行きましょう行きましょう。うん、トラボルタ鬼辛いやつ、アレンジリゾット。リゾットって言ったら米なのか、カルボナーラ。いただきます。え、どれでやばいんだ。どっから、どっから、これ、どっから撮ってなかった。アレンジを食うところが撮れてませんでした。ちょっと、牛乳買ってくる。買ってきました。甘やかしグッズ、甘やかしグッズ買ってきました。でも、意外とさっき頑張ったから意外とあと一息のとこある。試合には負けましたよ。勝負には勝っていこうよと。やり遂げよう。やり遂げましょう。もう一口でいくんで。マジ、あ一口でいくよ。俺もじゃあ、俺の分いきます。いったね。でもマイルドになってる。明らかにチーズとか入れたから卵とか。さっき裏でも言ってたんだけど、一番強く旨味感じるのもこれだよ。不思議。いただきます。いけいけ、頑張れ。ラスト一口いただきます。手を合わせてください。ごちそうさまでした。ということで、まあ、担々麺本当に美味しかったんで、気になった方は概要欄から見てみてください。トラボルタさんはぜひ店舗に呼んでください。岡山旅行したいです。ということで、さようなら。